ばんは。はい、こんばんは。今日は4月の2日、もう7月だって。ああ、そうね、もう半年経ったね、2023年も。ということで、このチャンネルも開設してから大体4ヶ月経って、うんうん、まあ思った以上の反響というか、うん、来てるんですけど、いいじゃないの。はい、で今回ですね、新しくマイクを実は買ったんですね。これね、はい、でこれで屋外とかにも行けるということなので、はい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 、これからもちょっといろいろな企画を考えていこうと思ってます。ね、実は店にワッペンを、うん、橋さんが見つけたワッペンを飾ってるじゃないですか。自衛官時代ね、はい、戦闘機乗ってた時ね、はい、でそれをちょっと一つずつ解説してもらおうかな。あ、はいはいはい、どういう意味なのかなっていうのも知りたいので、その中の一つの305飛行隊の、うん、ハッサンが一番最初に着任した305飛行隊のワッペンについて解説していただこうかなと。このことですか。はい、なんでここにあるんだっていうのは置いといてね。お店に飾ってあるんだけど、これ全部ハッサンが身につけてたやつ。そうね、ここは違うけどそれ以外はそうね。はい、305? はい、305。これもそうだけど、このウィングマークは305だし。あ、じゃあ取り外してもらって。ああ、305。305。305。305。これも305だね。305。305。こうやって考えると305多いな。はい、あ、フェレットフラッグの左のやつじゃないですか、右のやつ。ああ、これか。50周年の時はそうだね、305どれかな。はい、実際こんなにあるわけですけど確かにこのね、梅のマーク、これ梅のマークなんだけど、はい、梅って言われたら納得しない。梅、あ、そうですね、これは偕楽園の、そう、茨城県って梅が有名だから。で今305飛行隊って、ニュータバルに移動してるんだけど、当時は、俺が行った当時はまだ百里にあって、茨城県の百里基地、そのシンボルマークとしてこのでっかい方を胸につけて、でこれを肩につけてみたいな。ニュータバルに移動したってことなんですけど、ニュータバルでまたニュータバルにあったマークに変えるとそういうことはないんですか。ずっと305梅のまんま。だから、あ、 F35 部隊とかもそうだよね。元々 F4 が、はい、301飛行隊と302飛行隊で、そこで使ってたマークをそのまま、一番初めにできたマークだよね。そうですね、305って聞くとやっぱそのそれが尾翼についてるので、うん、一番それが馴染み深いんですけど、うん、じゃあ他のこれはね、何に、今はこういうウィングマークって作れないんだけど、こうやってさ7って書いてある。あ、本当ですね、うん、はい、あ、百力士で第7航空団っていうから、航空団ってね、第1、第2、第3航空団ってこういろんな航空団があって、で百力士は第7航空団で、その7を入れてウィングマークとして、で前川でタックネーム入れ て。あ、じゃあ昔は第6航空団だったらそれが6だったり。いやいや、各基地各飛行隊によってデザインが違ったよ、自由に作れて。今は統一してさ、ロービジって言ってちょっと色が、これかね、もうみんなこれになってるけど、昔はこういう、飛行隊ごとにそういうのがあって、 OR、 いわゆる、新人で行ってある程度あの資格を取ったら色が変わるとかねっていうのがあったよ。305これもそうだね、イーグルドライバー。これは15乗りしか付けられない。そう、イーグルドライバー、イーグルって F15 別名イーグル、イーグルドライバーっていうのが F15 のパイロットが付ける。
これは F2 とか F4 だったら別のデザイン。そう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 。でも F15 の定番の305飛行隊とかで、こういうのは306飛行、例えば306スコードロン、イーグルドライバーとかあって、残りのなんかこれはね、まあ武蔵、まあ何ちゅうんだろうな、戦艦ですか。あ、違う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 、まあ何ちゅうんだろうな、昔こっちの方が分かりやすいか、戦技競技会ってさ、今もうやってないんだけど、各戦闘機部隊、例えば一つ305飛行隊とか、今小松で言えば303飛行隊、306飛行隊、初戦で言えば201飛行隊、203飛行隊っていろんな飛行隊があって、でその飛行隊の代表競技科目を決めて、例えば2対2やりますよとか、4対4やりますよみたいな、でアグレッサーが敵役をやるんだけど、で、ある一つの期間、例えば7月2日から10日間ね、ある場所に集まって、そこで同じなんていうの、さっき言った2対2とか4対4とか同じ環境の中で、アグレッサーを敵にして競技をして順位をつけてたよ、優勝とかさ、優秀変態とかで、モチベーションを上げたり、ボトムアップを図ったり、そもそものなんていうの、飛行隊でそこに参加する選手を選抜するために飛行隊で訓練をするから、レベルアップを図ったりとか、そういうのがあって、そういう時の記念ワッペン、うん、4つあるんですね。そうで、俺が選手で出た時、実際飛んだのはこれかな、うん、平成18年が8って書いてあるけど、こういうのをつけ、オリジナルで作ってみんなつけて、で選手は名前入れて、で飛行機にも名前入れたりして、うん、っていうワッペンかな。では最後の一つ、はい、50と書かれてますけど、これ50周年、自衛隊の50周年、うん、航空自衛隊の50周年、来年、再来年、来年ぐらい70周年かな、だから50周年の時にこういうのを作る。さっき60周年もあったけど、これか。60周年の時は那覇、いや、アグレスか、アグレス、うん、アグレスにいた。今回は305について教えていただいたんですけど、うん、いや、こういう感じ。その橋さん、うん、今305ってニュータバルいると思うんですけど、うん、百里から移るって聞いてちょっとね、衝撃とかそういうのってありました？いや、そんなことないけどね。うん、まあ時代によって、そもそもさ、戦闘機って何のためにありますかって言ったら、日本の空を守るため、主にね、そのためにいろんなところに配置をされてて、どっち方面を強化しようとかさ、どこの分にこういう飛行機を置いた方がいいとかっていう時代で、組織としての考え方も変わるだろうし、変えざるを得ない状況も来るだろうしっていうことからすると、うん、その移転をするっていうのは当然だったりもするし、まあ、寂しいとかは全然ない。その飛行隊がなくなっちゃいましたみたいな、例えば501飛行隊、ね、偵察航空隊があったけどなくなっちゃったじゃん、はい、そうなったりしたら寂しいなとか思うかもしれないけど、現時点残ってるから、まあ、うん、寂しいなとかはないよね。じゃあ次は304飛行隊について伺おうかなと思います、うん、いいですよ、はい、ありがとうございました。はい。